日本関東地方埼玉県埼玉市埼玉市の地名埼玉市の地名では埼玉県埼玉市の地名の変遷と現在の市内の地名の状況を記述する。ここでは2021年4月時点での各区の町、字の概要を記す。西区西区は東部、西大宮駅北側、荒川右岸以外は多くが大技である。プラザでは住居表示が実施されている。 北区北区は大半の地区で町名地番変更が実施されて町長となっているが河川実機や線路実機に大技が残存している。なお市内10区で唯一住居表示実施地区が存在しない。大宮区大宮区は1982年に大技が消滅した。大原6丁目、7丁目では住居表示が実施されている。三沼区三沼区は北部は 町邸が多い。南部は大技が多いが町邸も点在する。春の一丁目の三丁目では住居表示が実施されている。中央区中央区は大技上落合と大技下落合が残存するたは町長々となっている。町帝は新都心と鈴屋一丁目、二丁目を除いて住居表示が実施されている。桜区桜区は南部、東部は 町長となっており、北部、西部と荒川河川実機は、大技となっている。町廷はすべて住居表示が実施されている。浦枠浦枠は、三崎以外は、町長となっている。町廷はすべて住居表示が実施されている。南区南区は、大技円生寺、大技大谷口、大技大田久保、大技邸外、大技広が谷と以外は、町長となっている。 町廷はすべて住居表示が実施されている。緑区緑区は、西部に住居表示実施済みの町庭が、東浦和駅北側と浦和味噌の駅、東川口駅周辺に区画整理によって成立した町廷があり、それ以外は大技となっている。岩月区岩月区は、岩月駅周辺に住居表示実施済みの町庭が、東岩月駅周辺と浦和味噌の駅東側に、 区画整理によって成立した頂点があり、それ以外は大技となっている。旧浦和市が行った町名変更には、大技から町が成立した後、住居表示実施により一丁目といった頂点が成立したパターンと、大技から住居表示実施により一丁目といった頂点が成立したパターンの2種類がある。旧大宮市では、1950年代後半以降、 町名地盤変更により町長が成立している。元の大技や障子に、町をつけて新たな町名とするパターンが多い。自然体で見ると、大技なに由来した町名が多いが、犬ま方、基礎量など消滅した地名もある。浦和市湯面、浦和市西の浦和など、短期間だけ存在した地名もある。飛び地は、一点を除いて、上尾市と川越市に囲まれている西区大技。 蓬来の飛び地、春日部市、大あ花関及び大あ道口ヒルダに囲まれた岩月くは一丁目、大あ表地音寺の飛び地がある。市内での大あの飛び地は、荒川の河川敷内、特に、上江橋北川と秋ヶ瀬公園付近に多い。なお、西屈下、本町、雪町などは、荒川に架か,かる治水橋で対岸に繋がっているのみで、事実上の飛び地のようになっている。 区画整理事業の監視処分が行われた翌日に、町名地番変更が行われ、町廷が新設される場合、以下に埼玉市発足後の例を挙げる。旧浦和市、旧与野市、旧岩月市の町邸は、多くが住居表示実施により成立したもの。旧大宮市は、プラザ、春の一丁目の三丁目以外は、町名地番変更により町長が成立している。なお、 埼玉市発足後に住居表示実施により成立した町廷は存在しない。埼玉市は浦和市、大宮市、与野市、岩月市が合併して誕生した比較的新しい自治体である。かつては笹木漁、上田谷漁、木崎漁、与野漁などに属していた。明治の市町村合併により、旧村名が大技となり、地域のすべてが大技だった。浦和、 大宮、与野の三市は、北足立郡に、岩月市は、南埼玉郡に属したという歴史的な違いもある。その後、開発、区画整理や住居表示実施に伴い町廷への変更が進められてきた。十九市町村太島新たに成立した町廷、及び大技。個々の地名の変遷は、各町名記事を参照。なお、 若干の境界変更や編入は省略した。1949年以前1950年から1999年2000年以降。ありがとうございます。